要塞を脱出するとき、しこたま衝撃を溜め込んでおいたんだ。こいつで船を宙に浮かすことができるかもしれないぜ。おお、そうか、そいつを使って海水のあるところまで行くと。だが一発じゃ無理だな。船底の大穴ですぐ沈んじまうぜ。またタコバルーンで飛べればいいのだけれど。ああ、そりゃいいな。フレームかブレスダイヤル使ったらタコがまた膨らむんじゃない？いい、いいよそれ。タコがいねえよ。タコか。タコだわ。クソタコ。タコね。タコかよ。持ってるぞ。持ってるってよ。持ってるのか。持ってるんだわ。クソ持ってる。持ってるのね。持ってんのかよ。まあ、持ってる。いや、だってさ、空から戻してくれた命の恩人だろ。そりゃそうだが。気持ち悪くなかったのか。どこが。タコさんにはもう一度働いてもらいましょう。ね、長花くん。ああ、ちょいちょい、確かあったはずのフレームダイヤルが見つからない。面白いから台所で遊んでった。あっちーってバカー。さーて、誰がこのインパクトダイヤルを打つかってことだけど。なんだその目は。そのインパクトダイヤル誰んだ。ウソップのだろ。ね、長花くん。ま、言い出した奴がやるのが筋だろ。素敵よ、ウソップ。尊敬しちゃうな。なーに、俺たちが協力してやる。これで決まりだな。いやー